今日3月2日なんですけども、まあ、先日ね、沖縄産のスターフルーツチュラボシっていうね、美味しいまあフルーツを食べたんですけれども、まあ、それのね種がまあ4つ入ってたんですよ。で、まあ、あの品種登録されてるのでもちろんね販売とかそういうのはねできないものなんですけども、一応ね種を取っといたんで、あのまあ、ちょっと高速発芽法を試してみたんですね。で、まあ、それをやった結果ですね、2日経ってもですね、根っこが出てこないで、で、もしかしたらそのね、高熱によって、もしかしたら種が逆に傷んでしまった可能性もね、なきにしもあらずなんですけども、まあ、一応ね、ダメ元でね、これを土に撒いてみようかなと思います。で、本当はね、こういう高速発芽法みたいなものを使わないで、もう食べたらね、その時にね、もう、すぐに、土に撒く。その食べた日、そのすぐ後にね、土に撒くっていうのがね、一番いいらしいんですけども、もうすでに食べてから2日、3日ぐらい経過してますよね。で、まあ、高速発芽法もやってしまったんで、ちょっとこの辺黒いのが、元からどうだったのかなっていうのをちょっと忘れちゃったんですけども、まあ、もうね、死んでしまってる種かもしれないのでね、それをまあ、綺麗な土に撒くっていうのもなかなか、滑稽な話だとは思うんですけども、まあ、一応ですね、こちらの可愛らしいあの鉢の中に、まあ、あの硬質赤玉土の小粒ですね、よく盆栽とかにも使われて型崩れがしにくい、小生赤玉土の方が入ってますので、ここにですね、この、スターフルーツチュラボシのね、骨、あ、種をですね、撒いていこうと思います。まあ、大体覆土はね、薄くていいと思います。ではまあ、こんな感じでですね、種をまとって、一粒。これなんかはね、結構ね、手で触ってもね、肉厚なので、中身がね、入ってそうでね、なんか発芽しそうな感じはあったんですけどもね、インターネットで調べると、スイカの種とか、やっぱり売り系のね、種に似てるっていう、まあ、スイカの種に、まあ、見た目も似てると思うんですけども、芽の出方もね、似てるっていうことだったんで、売り買わね、高速発芽法が使えるんでね、やってみたんですけども、もしかしたらね、逆にその高熱によって種をね、殺してしまったかもしれないんですよね。まあ、とりあえずやってみてね、まあ、2週間から1ヶ月ぐらい経っても何もね、音沙汰がなければ、まあ、種が生きてたとしても発芽失敗ですし、まあ、もしかしたら、撒いた時点で種がね、もうなくなっていたかもしれないということになりますね。はい。というわけでね、まあ、一応記録としてはね、スターフルーツの種を2月の2日にね、赤玉土の方に撒き始めましたので、栽培をね、開始したいと思いますが、まあ、ちょっと種の色が悪いんでね、あんまり期待はしないでおきましょう。先ほどの種をね、こうやって横に寝せるような形で、土の中に埋め終わりました。まあ、大体ですね、種の、まあ、薄さから言うと2倍ぐらいのね、深さに埋まってると思います。もう完全にね、見えなくなってしまいました。で、まあこれをですね、あまりまあ水あげすぎず、乾かしすぎずにね、表面にちょっと霧吹きするぐらいでね、まあ1週間から2週間、ないし、最高でも1ヶ月ぐらい様子を見たいと思います。まあ、さっきも言ったんですけどもね、ちょっと実験的な内容になりますのでね、発芽はあまり期待しないでおいてください。